今日はね、福島県からようこそ。私は去年の3月26日に初めていわきの地に立ちました。そして4月1日にはそこにいる久我事務局長の働きによっていわき市内の NPO 法人ザ・ピープルという人たちの、その人たちの助けを借りながら、最終的には十いくつの避難所ね、学校の体育館だったり、小名浜第二中学校を私も実際行きました。その校長先生に会ったのです。大場先生とおっしゃった。その先生はずっと震災から私が会うまで一回も家に帰らずに、その中学校に泊まり込みながら来た人たちの世話をされてた。その先生にどういうことが呼ばれるでしょうか、何をしたらいい、どういう、今何が欲しいんですかと聞いたんです。そしたら、いやー、新鮮な温かいものを、新鮮な野菜とか温かいものを食べたいというのを思っていると思いますとおっしゃるので、わかりました、なるべく早く炊き出しを開始しますというふうにお伝えしたんですね。ですからそれを伝えたのが27日です。8、9、10、11、5日後には炊き出しをその小野浜第二中学校で開始しました。それ以外のところでも開始したんですよ。結果的に、6月中旬までしたんですけど、約2万5千食の活動がありました。で、これはね、実は蓮華国際ボランティア会という会の母体というか、それを生み出したのがこのお寺。ここはその奥の院ですけど、本院には今回行く時間ないのかもしれませんが、今日は8月20日、ね、私は今日、私たちはお寺のものを全部、全員、信者さんの多くが20日の日はご飯を食べない、朝ご飯を1食、朝か昼か夜1食抜くことにしてるんです。食べたつもりでそれにかかった経費分を募金しましょうということで、もう33年、4年続けてきたわけですね。それが海外の、最初はカンボジア難民、現在はチベット難民、そしてビルマ難民、正式には国際的にはミャンマーと言いますけども、ミャンマー難民、それからタイのスラム街、スリランカの貧しい子どもたち、そういう私のために組織を作って、ここに集まった募金で、活動を34年間続けてきたわけですね。それで、その結果、その途中で、17年前には東阪神大震災、阪神淡路大震災が起きました。約5000名の方が亡くなった。その次には大きいものから言うと、インドネシア沖地震で、タイやインドやスリランカに20数万人の人が亡くなった。世界ではね。そして4年前には、それが7年前ですね。8年。で、4年前には、ミャンマーをサイクロンが襲った。それと同時に、そのちょっと前に四川省の大地震が起きました。中国ですね。その度ごとに我々は緊急募金をしたんです。そして今回も3月11日、東日本大震災、日本の歴史上1000年に一度と言われる大変な大地震が起こりましたね。もう日本人がみんなが胸を痛めたと思います。それで当然のごとく、ある程度では特別募金、緊急募金を始めた。で、阪神・淡路大震災の経験もありますから、私たちはこれは長期戦になるな、緊急的にちょこっとするだけでいいわけじゃないんですよ。スリランカでは今でもやってるんですよ、7年前のことで。そのそれに派生したことでやってる活動を続けてるんですね。ミャンマーは難民キャンプは10年以上とけど、そういう中で今回私見て3月になっ
その前から募金はしてますけど、自衛隊とかね、自己完結型の組織でなければ入ってはならんみたいな感じを政府が言ってました。だから私もずーっとタイミングを見上がっちゃったんです。そして意を決してついに入っていきましたが、その時に、惨状を見て、もちろんもう事前に分かってますね、金谷のことは。マスコミが報道しますから、どんな団体があってどういう活動をしていて、民間ではどういうことができるんだということも全部事前に調べる、ネットだけで調べることができます。でも現場に入らないとわからないということが多いのです、結構。それで私たちはこれは3年間はまず3年間はケアせんといかんだろうな。ところが阪神大震災の神戸はここから行こうと思えばね、12時間ぐらいで車で行けるんです。今はもっと早い、高速道路全部通っているんだね。ところが夜明けまでうちの若い連中は、いろんな本を積んだり、何を積んでいったっけ、あの時主に本ですね、衣であったり、まあ、衣類であったり、雑巾とか、うん、すぐに必要なものと言われたものを、まあ、持っていく。それ持っていって何日かかった途中休んで、まあ、休みも、まあ、1泊2日で、うん、まあ、着きました。まあ、40時間ぐらいかかるんですね。そういった意味では非常にこれやりにくいんです。しかし海外でやってる経験があると、海外にしっかりした団体があった、その現地で頑張ってる団体があれば、そこと提携をすることによってしょっちゅうミーティングをし、顔も合わせます。もちろんもう桑君なんかもう十何回行ってます。私も5回行ってる、中部長は3回4回行ってます。でいろんな人を送り込んだんですよ。そういう中でザ・ピープルっていう団体と運命的に出会ったというか、まあうちの事務局長が非常に眼力があってね、よしこの団体だったら任されそうだというので声かけたわけです。で普通のところはね、行政がやってるのは何でも上げ前整前全部その配って橋を割るまではしないけど、もう完璧に用意して、はいどうぞって。もう震災が起こって半月経ってもそういう状態です。これよく考えてみて、被災者たちは精神的な痛手はあるでしょうけども、五体満足の人はほとんどです。中には料理は得意な人もいるんです。それで、この中に料理のボランティアをお手伝いしていただく人いませんかと聞くわけですよ。それ最初パラパラっと2、3人上がります。じゃあその人と、ザ・ピープルの人たちと一緒に、じゃあ、材料を、買ってきた材料を、調理を始める。そのうちだん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 各12、3箇所の避難所で自分も参加しよう、自分も参加しよう。で参加してる人がね、実は楽しかったって言うんですよ。人のために役立てた人はね、何のために生きるかっていう時に、私は人は奉仕をするために生きてる。これ極端な、これは私の意見です。なぜかって相手から喜ばれますよね、生きがいになりますよ、ね、例えば仕事っていうと給料もらうからその見返りに働いてるんだじゃなくて、働いて喜んだもらった結果自分も生活をさせていただく、それが原お仕事の原点です。仕事ってことに使えるとか、ね、君たちの生涯仕事を職業につきます、ね、仕事をします。仕事というのはことに使える。ことって何か、ね、社会に対して役立つ事柄、それから困った人を何かサポートする事柄、何かの社会の人が求めるものを作る事柄、それをデザインするデザイナーという事柄、すべてことです。そうじゃない、ネットの仕事だってそうです。すべて事柄ですよ。仕事って言葉に使えるとかですかね。だから奉仕、仕事の仕事ね、立てます。そういう気持ちを持って
って生活している人たちがたくさんいます。その人たちの方がニコニコ元気です、うん、ああ時給何百円と思ってね、例えばバルセロナに、バルセロナスペインのね、そこにサグラダ・ファミリアという教会があります。聖家族教会と呼ばれますが、そこで仕事をしている人たちに、もう100年以上ずっと仕事建築してるの、まだアントニア・ガウディという天才的な人がね、デザインを考えて、それをもう100年以上かとまた仕事やってるのよ。そんなすごい木の長くなる。その中にね、レンガを積む単純作業もあります。で、ある人が何してんのって言ったら、時給300円とかになっちゃってね、作業してる。この人はことに使えたらお金に使えてる。別の人は未来の宝を作ってるんだよって、同じ仕事をしてる。全然違うでしょ。お金のために働いてる人、こちらは未来の夢、人類の夢ですよ。スペインの